吉田さん、ナイトライダーのディオグスティニーのキットがこの前終わりました。110号まで出まして2年ちょっとかかったんですけども完成ということになります。私の場合は組み立て全くしてないんで箱のまま積み上げております。で、それが終わると同時にこれです。今度はね R34 の同じようなキットが来ました。こんな感じで初回は490円だそうなんですけども、途中から多分ね1万円前後になると思うんですよ。で、だいたいそうですね100週間ぐらい送られてきて、トータルでこのマシンができるというね。現物を手にできなかった方は少なくともプラモデルでどうぞと、現物を手にしている方はお茶の子さいさいで買うでしょうと。いろんな特典もついてますけどね、マグカップとか T シャツとかね。こうやって稼ぎに地道を上げてるわけですよね。稼ぐことって悪いことですかね。だってこの商品が出たから喜ぶ人っているわけでしょ。喜ばない人は買わなければいいわけでしょ、うん、だから商品をどんどん出してどんどんね売り込んでいかないと、売ってくれる人がいなければ買えないわけですよね。そのうち食料だってね売ってくれる人が減ると思うんですよ。じゃあその時に高いお金を出して食料を買う、そのためには一生懸命お金を稼ぐ、お金稼ぐことって悪いことですかね。お金稼げないことがどっちかというと悪いことに属するんじゃないかなと思うんですよ、うん、もちろんね自分にはお金は稼げないけども大切な真心があるんですって方、その真心でコンビニでガム1個で買ってみてください。それができたらすごい真心だっていうふうに私は思います。どんなに心を尽くして知恵を尽くして弁舌を尽くしても100円のジュースすら買えないと思うんですよ。でもどんなに能力の低い方でも、どんなに態度の悪いことでも、100円出して「おいあんちゃんお前それジュースくれや」っつったらみんな売ってくれるでしょ。だから人格に関わりなく平等公平にお金っていうのはその効力を発揮する最も透明性の高いものじゃないかなっていうふうな考え方もあるんですよね。まああんまり行き過ぎるとね、極端に行き過ぎるとそれはそれでねなんか嫌われる要因になると思いますけどね。だから多くの方はお金を稼ぐことに抵抗を持ってるんで、そこに合わせて忖度するっていうのも大事かなというふうに思っております。じゃあ行ってらっしゃい。